皆さんこんにちは、今日はですね、僕がよく飲んでいる伊藤園のですね、充実野菜緑の野菜ミックスってやつですね。鉄分が入っているということで、でちょっと色がですね、緑色をしてるでしょ、ほうれん草とかそういった感じで、で僕はですね、こういったのはちょっと苦手だったんですよ、色的にですね。で全然飲まなかったんですけど、でもちょっとやっぱり野菜を取らないといけないなと思いまして、でオレンジとかが入ってる赤いやつがあるんですけど、それしか飲んでなかったんですよ、 100% ジュースでも。でもこれをですね、飲んだ友達がこれ結構うまいよって話を聞いたもんですから、で買って飲んでみました。そしたらですね、全然野菜臭くないんですよ。もう普通のオレンジジュース、まあオレンジジュースってか香りがありますけど、まあ甘い感じで全然飲めます、普通に。で臭い感じとか野菜とかなんか青汁とかなんかそういった感じの苦いとかなんかそういった風に思ってましたけど、全然そういうことはないです。普通に飲めます。まあ、もちろんブドウとかですね、リンゴとかも入ってますし、で伊藤園ってやつですから、でこれもですね、販売する店舗によって値段は違うんでしょうけど、僕が買ったのは158円ぐらいかな、あの安い、コスモスっていうコスモス薬品ですか、それくらいでしたので、だいたい200円ぐらいで売ってると思います。180円から200円ぐらい、それぐらいで考えとくといいかなと思いますね。で 930g 入ってまして、1リットルはないですね。それで 180ml あたりで69カロリー、まあそれで69カロリーで、まあ、180ml で 1食分の野菜が取れますよっていうことですね。うん、だからこれね、結構だからまずかったら僕飲まないんですけど、割ともう飲みやすいんですよ。でこういった風にセロリとかですね、ケールとかモレヘイヤ、人参、グリーンピース、キュウリ、インゲン豆、アスパラガス、ピーマン、小松菜、白菜、芽キャベツの葉、アシタバ、パセリ、クレッソン、ブロッコリー、まあその他もろもろずっと入ってますよね。え、まあオレンジとかレモン、ブドウ、リンゴも入ってますから、まあ大体そんな感じじゃないですかね。でまあ充実野菜っていうことでですね、伊藤園がやってるやつですから、まあただこれ書いてますけど、砂糖、食塩、香料不使用っていうことなんですよ。野菜汁と果汁で、100%、野菜汁分が 65% っていうことですね。で確かにね、体にはいいんですけど、やっぱ気をつけてもらいたいのが、まあ僕らの年で言いますと、やっぱり糖分っていうのを気をつけないといけないなとは思ってます。だから加糖っていうのがありますからね、これに砂糖は加えてなくても、加糖っていうのが、まあ、果物とかに、野菜に含まれてる糖分っていうのはありますんで、それはまあ、ちょっと気をつけないといけないなっていう気持ちはあります。でもまあ、他のね、いろんなジュースを飲むよりも、たまにはこういったもの、もちろん水とかが一番いいんですけど、まあ、こういったものもですね、たまには取りながら、僕お酒飲みませんので、まあ飲めませんので、まあそんな感じでですね、まあちょっと体に気を使ったっていうか、そういうものもおすすめいたします。そういうことでですね、今日は皆さんの体にいいものをということで、伊藤園の美味しさ、栄養、安心、充実野菜、緑の野菜ミックス、鉄分。この緑ですよ、緑。ね、他のやつはちょっとオレンジ色とか、そんな感じしてますけど、これはこれでですね、結構美味しいです。だからぜひね、この色に惑わされて、あ、美味しくないんだと思ってる人も多いと思います。ですのでね、ぜひ飲んでみるといいんじゃないでしょうか。はい、せっかくの紹介ですので、こういう風にコップに入れて飲んでみました。そしたらやっぱり、いや、甘いですね、甘くて飲みやすいです。でもやっぱりその甘いので、糖分は糖分ですから、それにはですね、気をつけながら、まあいろんな飲み物を飲みながらですね、こういった体にいいっていう、こんな色をしております。ね、見た目の色はね、あんまり美味しそうじゃないでしょ。でも、体にいいっていうことですから、まあ飲んでみたら、美味しいですよ。ただ、色的にはね、見た感じではあんまり美味しそうにはね、感じませんけど、なかなか見た目と
飲んだ感じは全然大違いということです。まあ、ぜひね、試してみるのもいいんじゃないでしょうか。まあ、こういうふうにですね、商品紹介とか、まあ、自分が買って飲んでるものとか食べてるものを紹介しております。ぜひともですね、チャンネル登録をお願いいたします。僕はアドセンス5番でですね、もう本当は無実の罪で。で、広告がつかないんですよ。もう、ああ、無情、ジャンバルジャンの。ね、ああ、無情。なので、すっきりと広告なしで動画が見れます。ぜひともですね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございました。